すごい、まあ、いろんな壁がありました。例えば試合に1試合勝てなければお金がもらえないんですね。お金がもらえないとなるとご飯も食べれない、それが1週間日曜日に試合があって試合をしました。勝てませんでした。次の週また勝てませんでした。次の週また勝てませんでした。実は4試合ずっと勝てなくてお金がもらえませんでした。プロ契約だけども勝たないとお金がもらえないっていう契約だったので、とにかく一生懸命やったけれども勝てない勝てない、お金がもらえない、食べるものがなくて10日間実は何も食べずに過ごしたこともありました。でもそれでもやっぱりサッカーが好きだったんでサッカーをずっと続けていきました。もう本当にいろんな壁にぶつかって今まで前例がないことばっかりなんです。初めて行った国で今まで前例がないのでどういうふうにしてその壁を乗り越えていったらいいかっていうのが全く見えません。その見本もない、デモンストレーションもない。その中でも生きていかなきゃいけないんです。僕がブラジル時代にもらった言葉があるんですけど、ポルトガル語で、これは自分が発した言葉、自分が今日疲れたとかそういう発した言葉とか行動っていうのは自分を作っていくっていう言葉をいただいたので、ブラジル人に。それすごく僕の中で考えられさせられてて、その場では全く意味が分からなかった、全く意味が分からなかったんだけども、海外経験をする中でこれすごく大事なことなんだなってすごく僕の中で感じる。Selam canınızı alıyorlar. Bildiğiniz gibi Mert Lenkeran Şehir Stadyonu'nda da Dünya Çempiyonası'nın oyunları geçirilecek. Ve geyilir ki sabah. Bir kere dikkatli oynamalıdır. Konsan'ın kapı karşı türmesi. Bakmayın. Zerbe yürümeye çalışır. Çabalara el nasıl dikkatli olmalı. Çok tersiz. Özenmez bir anda. Yaponiyalı futbolçu Hidetaşı Bakui hesab açıp görüşün 5. dakikasında Estonyalılar hesab açtılar. Vurulan golün tekrarını bir daha izleyelim. Kamran Ağayev bir kadar çıkışta. I've had my show.